南。よーい。スタートしました。さあ、青コースが大倉明選手、そして赤コース渡辺孝太郎選手、いい戦いしてますね。大倉選手負けてない。さあ、渡辺孝太郎選手ちょっとリードしまして、今ゴールしました。大倉選手もいい走りでした。林選手が一歩リード。さあ、両選手させるか。足が回らなかった吉田。しました。さあ、一歩出たのが中井聡選手、スペシャライズド。さあ、若い選手、昨日来てもコースを攻略してます。さあ、坂井選手追い上げるが叶わず。佐藤龍之介選手、第2位です。さあ、本当に、その前、さあ、三六 T シャツありがとうございます。第2位、スペシャライズドの中井圭選手です。さあ、熱い走りを見せてくれました。そして第1位、クリート、三浦誠司選手が優勝です。決勝僅差コンマ
0.05 秒ぐらいの差でした。ほぼ同時です。じゃあ3名の方には賞品こちらですね。こちらだけ結構もう昨日今日で攻略してくれましたが、こう大会にローカル大会参加してこういろんな意見を言ってもらえると助かります。何かご感想をお願いします。お疲れ様です。なんか新潟にめっちゃ面白そうなレースあるってなって愛知から昨日はるばる来たんですけど、もう来てローカルの人とかめちゃくちゃあったかくしてくれて、泊まるとことかもなかったけどみんななんかいろいろ手配してくれて本当に来てよかったなって思えて、最後に勝てたんで楽しかったです。お疲れ様でした。じゃあありがとうございました。また来年もぜひ来てください。また楽しいコース作れたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。